こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県桜井市にございますレオパレス桜井第6の本郷、こちら2階のご紹介をさせていただきます。こちら、レオパレス桜井第6もですね、よその都市にある、レオパレス物件と同じく設備や、家電が整った物件となっております。まずはこちらベッドですね。それからテレビ、テーブル、すべて設備となっております。エアコンの方もバッチリ設備になっておりますので安心してください。こちら、ロフトもついておりまして非常に天井が高いのも特徴です。こういった照明がついているのもポイント高いですね。それからですね、家電といたしましてこのような電子レンジや冷蔵庫、こういったものももちろん元からついております。キッチンの方に出ますと、洗濯機ですね、こちらも設備となっております。反対側のスペースがシンクとコンロとなっておりまして、こちら非常に電気の力の強いヒーターとなっております。お隣がシンクですね。こういったところに水切りの棚もあって便利ですね。こちらがお風呂場となります。ユニットバスタイプとなっておりまして、洗面、トイレ、お風呂が一式のタイプとなっております。非常にこのレオパレス桜井第6なんですけども、駅からもですね、さほどまあ遠くない距離にあるにもかかわらず非常にリーズナブルな家賃が特徴の物件となっております。桜井方面でですね、お一人暮らしを考えてらっしゃる方にはぜひお勧めしたい物件となりますので、ご一行いただければと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。